患者に処分を下したと、時を同じくして藤堂が暗殺されたとの知らせが飛び込んできた。使えぬと分かればすぐに切り捨てるやり口はまさに小河原そのものである。藤堂を殺した者は未だ領内に潜んでいるという。逃げ果たせられる前に始末をつけねばなるまい。
どうした？出てきな。誰かいた気がしたが。小川原の忍びも大したことはないな。シギ。ほう、生きていたか。ご同行願おうか。